い、211日目のドラム練習です。おはようございます。いやもう最近ツインペダルのスピードが速くてすげえ汗だくです。で本日は新しいメニューが出てまして、こちらです。シャッフルのパターンの続きなんですけど、今度はもう右だけでシャッフルを打っていきます。で僕ダブルが全然苦手なので、まあ、ちょっと難しそうだなと思うんですけど、ツインペダルでやるよりもしかしたらなんとかなったりしないかなと思っております。で今日の師匠の右上のイラストがこちらです。不機嫌 AVR さん。で実は先日あの VR さんっていうキャラクターが出たんですけど、その次の日に AVR さんっていうのが出たんですね。あのちょっとアダルトな映像を見て興奮してる AVR さんで、せっかく書いてくれたのに僕がそれをこの動画で紹介しなかったので、次不機嫌になって出てきたっていう、何なんだこのシリーズって感じですよね僕はめちゃめちゃ楽しみにしてます。というわけで足のシャッフルセカンドシーズンやります。セカンドシーズンっていう表現もちょっとあれですよね、シュールですよね。じゃあまずは足だけで、ツインペダルでやるよりもやりやすい感じがしました。じゃあゆっくりなテンポから合わせていきます。というわけで211日目のドラム練習でした。うん、ツインペダルよりやっぱりやりやすい感じがしましたね。ちょっとまだブレブレなんですけど、なんか特にコツとかも全然感じなくて、もう足でドッドドッドドッドドを頑張って正確に踏んで手を合わすだけっていう感覚でした。でもなんか手と足がうまくまだ僕リンクしてなくて、なんか頭のハイハットとバスもすごいずれてるんですよね。それがすごく気持ち悪くて、そういうのもちゃんと直していきたいんですけど、意識してもなかなかビシッとこう頭に入ってくれないんですよね。なんかいつかに師匠からあの頭が合えばとりあえずいいからっていう話をされたことがあるんですよ。なんか頭がビシッてこう一個一個合ってたら、なんかその後ちょっとグダグダってなったりブレブレってなってもなんとかなるみたいな話をされて、じゃあ頭だけでも合わせたいなって思ってるんですけど、これがなかなかできないんですよねまだまだ修行不足というところです。で最近ちょっとツインペダルの練習で勝手に僕手をつけ始めたんですけど、ちょっとそれがこちらです。まあ、ちょっと話が変わってしまうんですけど、ツインペダル最近手をつけ始めまして、やっとちょっと手をつけるっていうことに慣れてきたんですよね。で初め手をつけるともうなんか両足がどうなってるのか全然わからなくて、もうあのこんなのできるわけないと思ってたんですけど、これもやっぱり慣れですね。だんだんあなんだこれ意外とできるじゃんみたいな気持ちになってきました。で僕の目標としてる曲のテンポがだいたい200ぐらいっていうことで、で今日曲を聴きながらイメージしてみたんですけど、もしかしたらなんとかなるんじゃないかっていう状態になってきた感じがします。下手くそながらに1年後叩けるかもしれませんね。意外となんとかなるんですよ200って。ちょっとなんかテンポ200っていうその数字に恐れを抱いてたんですけど、大丈夫ですね。211日目にしてちょっとそれに気づけたっていうのはちょっと楽しかったです。もっと後になんかこう進化していくと思ってたんで、まあ、これから始める初心者の方でツインペダルどれぐらいで上手くなるのかなっていう方の参考になれた話なんじゃないかなと思います。まあ、まだまだ全然できてないんで、もっとちゃんと完成した状態に持っていけるようにして皆さんの参考になればと思っております。では本日も見ていただいてありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。